はい、皆さん、毎度毎度。美容師とね、お客様のね、開店し始めるタイミングの違いね。美容師さんはね、もう最初が一番開店してて、だんだんモチベーションが下がっていくと。お客さんってのは最初はね、まあこんな感じって、だんだん切ってくるうちについてね、モチベーションが上がってくる。頭の回転が速くなってくる。この差をどう埋めるかね。だから美容師側がなんか調整しないとね、お客さんは、まあだからエンジンかかんないもんな、かかんねえんだから最初にね。だから美容師もご新規のお客様とかバッサリ切る方の場合は、とにかく長さをどんどん切っていくんだけど、どうせ切り直しだろうという最初から諦めムードで切っていくのがいいのかね。あんまり気合い入れて切んない方がいいね。どうせもうちょっと切ってくれって言われるから、もうちょっとついてくれって。だからあんまり小脳だけで切ってた方がいいのかね。条件反射だけで。まあこれ、ベテランの美容師さんだったらぼーっとしながら切ってられるけどね。これ若い慣れてない方だとね、やっぱある程度集中していないとうまく切れないかんね。毎月切る方はね、まあ最初から普通に切ってがいいんだけどね、スタイルチェンジする方、久しぶりに切る方ね、切りだめする方ね、こういう方はどうせ切り直しになると。常にどうせ切り直しになるっていうことを頭から切り離さないのがいいよね。最後の最後までどうせ追加があるだろう、どうせ切り足しが来るだろうと。だから軽く切っておこうみたいに、最後の最後まで。まあ、っていうことはさ、お客さんがもういいですっていうまで仕上げカットしない方がいいのかね。 まあ仕上げカットってのは本当は微調整だけど、お客さんによったらね、仕上げカットしてくるなげとかさ、重いとかっていう方もいるからね。まあ、対策としては常に警戒するしかないよね、こっちがね、疲れないようにね。そんでもってやっぱり時間早く終わらしたいんだよ、カットでなんせね。そこなんだよね。はい、お疲れ様でした。マカロンってさ、小麦粉じゃないでしょ。違う。アーモンドなんとかって。アーモンドプードルと、粉砂糖みたいなやつだと思う、確か。あんなんなかもう、どこで売ってでんもあれ本当難しいから、多分ね、うちのちゃんとしたレシピ見て、ちゃんとしたさ、オーブン使っても作れない、あれ。どうなっちゃうの、失敗って。めっちゃめちゃになって、なんかもう食べれなくなる、その。羊羹にもなってるんだ。何羊羹によもりなんもひない。どいか。なんて言うんだろう。めっちゃめちゃで、もう噛み切れなくて、硬いね、しけったせんべいみたいになる。ひどい。ひどい。失敗の、でも成功したこともあるんだ。まあ成功したことあるけど、なんかね、失敗する、すぐ。